はいどうも、イドラファンタシースターサーガでございます。グスタフのねピックアップガチャが来ておりますので、それをねメインサブと、まずサブから引いていこうかなと思ってます。なんかアーチャーなんだよね。どこに乗ってんだ？お知らせかな？アーチャー不足してるのと、アーチャーはおそらく全体攻撃があると思うんですよね。これは。エメタルブラストしか感じないな。まあほんとね、ゴルフもタニアも欲しいっすね。運命武器があるのかは気になるけど。ソウルシンブルもね、ゾラーとかも結構いいよね。自分が水属性を倒した次のターン、自身の攻撃力 21% アップ。マリーゴールドの思い出が火属性。こういうの多いよね、シンボルはね。状態異常がね、なかなか難しいですね、かけるのはね。さあ、早速引いていきますか。チケットがあるんで、チケットも引いていきます。ほっ。誰や？ダメでした。まあでも星さんがね、あるんで、ピックアップを信じましょう。ソウルシンボル、帝国の石章。なんだろう。多分これ持ってないな。これガチャで手に入れるとレベル5なのから始まるのいいよね。ターン開始に土属性の、5以上の時、自身の攻撃力 14% アップ。耐性 1%、 素早さ4、攻撃力5。まあ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 ですね。ドリア、ドリ、これって昇格はないんだよね。従者の証ニューですね。ターン開始時に自身のが状態異常の時、状態異常を直す。いいね。素早さプラス4、防御プラス3。なんかヒットポイント上がるやつ多いね。めくる。来ないかな。名前忘れちゃったけど。おお、カリンだ。いいね。3枚目かな。煙突にお金めっちゃかかるからね。メセタ集会もしないといけないね。ストライクブルームだ。状態異常にする。なかなか使い道がね、難しいんだよね。思い出の髪留め、これ初めてかな。そうだね。ターン開始に風属性値5以上の時、攻撃力上昇。へえ。
さあ、ここからです。グスタフ、まあ、タニア、ボルフも OK ですね。メモアールも OK。ほい。めぐる。2枚。お、海岸、OK。星5ですね、まずは。カリン。帝国の石書。タニア出た。来たーいいね。無課金赤なんでね、すごい嬉しいっすね。ブレイブナックル。ゴルフ。おー、コンプリートしましたね。これでもう終了でいいよね。自由の、なんとか。あーすごいすごい。シェンク。ボルフ。かぶった。いいね。すげえ金の数だな。準優勝。私より強いや。我が名はグスタフ。獅子の血統を継ぐ真の男はこの俺であることを知らしめよう。これで元コロシアムのボルフ、よろしく。これでサブ。パワーアップできるね。あるね。敵全体に威力50の追加ダメージ。エクスプロージョンアロー。アローなんだよね。アローってカタカナかと思ったけど。いまいちまだ能力わからんな。平均的ですな。タニアは？平均的だな。全体攻撃のやつは少ないんだよね。これ最終って、最後に攻撃するってことかな。ボルフもアーチャー？アーチャーだ。ただ一体攻撃ですな。自分が水属性の敵を倒した時、自身の攻撃を 24% アップ。すげえな。レベル5で1人と1150にも上がるやん。 OK です。まさかの10連で終わりました。いや本当これ奇跡だね。うん、奇跡以外のなんでもないね。無課金赤なんでね。ほんと他のキャラは全然出てないんで、ローザしか星5いないので。これでかなり戦力増強だね。ただ、レオしかできないっていうのはきついね。運命分岐もだいぶ進んできて、ただね、倒せないんだよね。まレベル上げるしかないよね。運命分岐できるキャラは結構います。キリオン、あとアベイユ、リュカオン、クーナ、エマ。頑張ってあげないとね。はい、ではですね、メイン赤の方に切り替えていきたいと思います。チェンジチェンジチェンジ。まあこれメイン赤はもう出ないだろうね。ここまで来たら。今日も頑張っていきましょう。騎士団のこれまでの実績です。今ねもう
あれやってます、探索やってますね。探索今のうちに進めといてって感じですかね。レベル上げたいんでね。さあ行きますか。その前にパーティーの構成を見たい。一応ね、純星5はね全部揃ってるんですよ、奇跡的に。アンナ・マリー、ジャスパー、ローザ、ステラで、ステラが1凸か。なのでね、もう来ないでしょう。来たらほんとラッキーって感じ。行きます。チケットはない、ないんだ。なんでないんだろう。はい、参ります。ほりゃ、3つかな。おっ、あー開眼はせず。星4はでも確定か。ボルフが欲しいな、ボルフ。サーシャ、あサーシャいいね。あまね、エルキュリア、なんだろう。あまね、あ、リュウカウンやった、初めて。あー、モタ、え、星5出た。モタブの予言書。嬉しい。あ、ボルフ出た。どうもどうも、朝よろしくお願い。アマネも、初めてか。狼の誇りに元コロシアム、もうチャンピオンの肩書きは。オッケー。いやー、まあ持ってないの出ればね、それに越したことないんで。エルキリアは持ってるんだ、ユカオンね。ベルセルク、モタブの予言書、エレメンタルブラストのダメージが 20% 上昇。誰につけたらいいんだろうね、こういうのってね。さあ行きます。ほっ、取れ、3つ。演出なし、あまね。あ、タニア、ありがとうございます。あ、キャプテンダンカン。これ持ってるね、一応。あ、ボルフまた出た。出やすいのかな、ボルフ。シェンク。ナールクレセント持ってないな。私がタニアだ。私より強い。これは開始時風属性5以上の時防御がアップ。ロー向きって感じか。ウィーク時スキルによる利用ダメージ 11% 上昇。ふんふんふん、いきます。ラストですね。ちょっと優勝ガチャはちょっとこの後何に使えるか分かんないでね。あ、結構出たね。開眼はせず。演出もなし。ナールクレセント、また出たか。シェンク。やった！アンニュイミッドナイト。嬉しい。おお、また出た。モタブの予言書。ゴルフ、ラナ、ヘンペル、ストライクブルーム。ナールクレセント。ナールクレセント。なんでこんないっぱい出んの？ナールクレセント。まあいいや。自身が水属性を倒したとき、次のターン、
攻撃力 24% アップ。まあ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 いいでしょう。いやー全体攻撃のアーチャー欲しかったけど、まあこんなもんですよね。うん、まあ今回はサブアカにねいい引きが出たということで、まあ喜ばしいことですね。というわけで、イドラのガチャ動画でございました。最後にねチャンネル登録高評価よろしくお願いします。お疲れ様でした。バイバイ。